秋篠宮家の次女佳子さまは5日、東京都港区の明治記念館であった第71回産経児童出版文化賞の贈唱式に出席し、本を読む時間が心の支えになることもあると思います、と挨拶された。受賞級作品を読んだ感想をそれぞれ紹介し、祝意を伝えた。式への出席は、天皇代替わりに伴う公務分担の見直しで、母の紀子さまから引き継いだ。